どうも、趣味はおじさん、心はお試し、司書 YouTuber の掛け崎ギャスです。ちょっとね、遅くなってしまったんですけれども、日曜日に行われた金子裕二選手の引退試合の日をね、振り返っていこうかなっていうふうに思いますが、私、岡田選手の引退試合の日にね、反省をしました。まあ、反省って悪いことしたわけじゃないんですけれども、現地のね、空気をYouTube でリアルに伝えることがとても難しいし、実際にはそんなことはできないっていう風にね、感じました。あのライオンズのチャンネルとかパリーグ TV の YouTube からも結構長いセレモニーの動画とかすごいいっぱい上がってるんですよ。で、いろんなお客さんが上げた YouTube も YouTube 上にかなりね、充実してるんですけれども、やっぱりね、現地で見て思ったこととか感じた空気っていうのを伝えられるものってどれもなくって、なんかこう、私が撮ったスマホで撮った動画を載せても、それってなんかなみたいな、自分の記憶とも全然齟齬があるっていうか、空気的にね、どうやったら伝わるのかなと思った結果、こうやって喋ってね、振り返ろうかなっていうふうに思うんですけれどもちょっと伝えやすいためにも、その前日の岡田選手の引退試合と含めてね、こう話していく感じになるかなとは思うんですけれども、金子選手ね、本当に大きな存在だったと思います。今年も序盤は1軍にいましたし、連日ホームラン打ったりとかしてね、もしかして今年金子の年になるんじゃないみたいな風に思っていた時もね、ありました。もちろんなので、すごくまだ受け止めきれてない部分っていうのもね、すごい大きかったんですよ。多分ファンの中で全員が全員ね、金子さん大好きってわけじゃないかもしれないけれど、にしたってこれまでの功績考えたり、タイトルもね、取ったりとかして、当たり前のようにいる存在だったと思うんですね、ファンの中では。なので、なんか現実味がないっていうのが大きかったですね。なんか岡田さんの日は、まあ、怪我のこともあって、ある程度の覚悟とか予感は私はあったし、スタメンでフルで出ないっていうのももちろん分かってたから、膝の状況を考えたら、まあ、スタメンで2番で入ってた時点で、まあ序盤1回か2回ぐらいやって、お疲れ様でした、あとはセレモニーっていう感じになるのかなって思ってたんで、もうね、土日で全然違う空気だったんですよね。で、金子さんに関してはまだまだ動けますので、フルで出るのかななんていうふうには思ってたんですけれども、まあ、おかげさまでフルで出てくれたので、あんまり最初からしんみりした空気にはならなかったなっていう印象です。普通にこう試合も楽しめたっていうところが大きかったですね。で、その代わりに最終打席みんなでつないで5番からね、1番まで回したじゃないですか。あの時が本当にね、なんか、あ、お願い、もう一回見せてくれっていう気持ちに本当になったし、回りそうだなって思い始めてから、あ、本当に最後なんだみたいな、あ、本当にこれで金子裕二見るの最後なんだみたいな、まあ、見るは見ると思うんですけど、今後も選手としてね、試合中に見るの最後なんだって思ってたら、最後ちゃんて歌ってる時からもうなんかちょっと限界みたいな感じでした、自分的には。会場の空気も本当にそういう感じだったし、なんかね、すごい個性の違う2日間だったなっていう風に思います。で、この感じをね、どう言葉で表現するのもめちゃくちゃ難しいし、最後のちゃんっても動画で撮るよりはもう自分のね、目と耳で刻み込もうみたいな感じで、あんまり今回動画回さなかったんですけれども、まあ、どうやってね、伝えたら分かるかなって思った結果、ちょっと勝った瞬間のね、映像を普段の勝った瞬間と比較してね、見てもらいたいなって、そしたらちょっと伝わるかなっていう風に思って動画を用意してきたんですけれども、普段は7対1なんかで勝った日にはうっしゃイエーイみたいな感じになるんですけど、金子さんの引退の日は本当に最後なんだ、終わっちゃったんだみたいな空気がすごい強かったなっていう風に思うので、こちらのね、動画を見てほしいです。1つ目は8月のとある日、8月の半ばにソフトバンク戦にベルナドームで勝利した時の動画で、その次に金子選手の引退試合を置いとくので、なんとなくね、空気の違いを感じてもらえたらなっていう風に思います。
よければご覧ください。どうぞ。こんな感じでね、少しは伝わってたら嬉しいなと思うんですけれども、やっぱりね伝えきれてないなって自分で動画を見直して思うんだけど、サムネにもね書かせてもらった、なんか大声援ももちろんすごいんだけど、あんなに何万人も入ってこうみんなが同じ気持ちでシーンってなるね静かな時間が、私はなんかこう文字で表現すると耳が痛くなるぐらいの静寂を感じたんですよ。なんかそういうのがすごい心に来るんですよね。で、まあなかなか動画では伝えきれないんだけれども、ちょっと金子選手の試合の時は動画がないので、ちょっと岡田選手の試合の動画を参考になさせてもらうんだけど、セレモニーが始まる前の映像でね、岡田選手がね指を2本突き出した瞬間の静けさとか、本当にねなんかこう心に来るものがありました。こんな感じだったんですけれども、改めてねこう現地の素晴らしさっていうのを実感して、現地民でよかったなっていう風に強く思いました。もちろん急なことだったんで、遠くからでね来れない方とか、お仕事で来れない方とかいろいろいたと思いますけれども、まあ、こういう試合に限らず、普段の感動する瞬間とか、まあ、悔しい瞬間とかも現地でしかやっぱりね明確に同じ温度感を感じることっていうのは不可能なので、ぜひね来季以降も多くの人が球場に行ってくれたら嬉しいなっていうふうに思います。特に試合中の動画 YouTube で流せなくなる時代になりますから、余計にねどうやったらみんなこの感動を知らない人が球場に行ってくれるかなっていうのを配信者としてもね考えていかなきゃいけないなっていうふうに思ったんですけれども、まあ、ちょっと話が逸れてしまいましたけれども、金子選手の話に戻ろうか。うん、まあ引退するにあたって引退前の密着の動画だったりとか、まあ、本人のコメントとか会見とか聞いてても、まあ、ある程度不本意だったのかなっていうふうにはね思います。うん、で今年のチーム状況こんなだったっていうのもあって、やっぱりね新しい世代若手育てていかなきゃいけない状況にどうしてもなりました。だからまあ金子選手まだまだやれると思うんですよ。今年もね2軍に落ちてからも2軍でもヒット打ったりとか長打打った時のね出塁した時の笑顔とか本当にキラキラしてて、
もう全然もうまさか今年引退みたいなプレー内容じゃなかったんですよ全然。だけど、まあ、金子選手が試合に出るってことはその分一枠育成が遅れることになるのも現実ですよね。だからまあ続投、現役続行するとしても減俸して基本的に2軍がメインになっちゃうような内容だったりとかして、その中で本人が出した答えなのかなっていうふうにはね思います。多分ファンもそれを分かっているから、なんか悔しい気持ちとかもお互いあるし、もったいないっていう気持ちもすごいねファンを持ちながらの引退になったかなっていうふうには感じてます。まあ足も速いし走塁のセンスもあるから絶対にね守備走塁コーチになってほしいなっていうふうに思うんだけれども、まあねオフシーズンの楽しみとしてその発表をね待っていようかなっていうふうに思います。はい、もう本当に今までありがとうございました、お疲れ様でしたっていう気持ちです。いやかっこいいんだよね、今でもかっこいいんだよ。もう守備ついた時も帽子ファって取れたもんね、昨日この間の日曜日も。かっこいいよやっぱり。背番号もね7で最後に7歌えましたけれども、誰が7を引き継いでいくのかな、その7にふさわしい選手がね出てくるように応援していくのがうちらの仕事ですので、本当に前回の動画でも言いましたけど、大きな時代の終わりとこれから時代が始まっていくのをね今ちょうど迎えているんだなっていうのをひしひしと感じる引退試合でした。そんなね時代の変わり目っていう重たいような、よく言えば厳かな厳粛な雰囲気、悪く言えば重苦しい雰囲気の2日間だったんだけれども、もう印象強かったのがそれに付き合ってくれたロッテ並びにロッテファンの皆さん、本当にねありがたかったかなっていう風に、ありがたかったかなじゃない、ありがたいなっていう風に思ったし、その姿にもすごい感動したっていうのがね印象に強い2日間でした。試合の日程上しょうがなかったんですけれども、まあ、この後ね増田投手の引退試合もまたロッテさんにお付き合いさせちゃうので、まあ厳しいシーズン争いしてる中本当に申し訳ないんですけれども、優しい皆さんで嬉しかったです。最後手を振ってくれたんですよセレモニーの後、まあ、実際にはねこっちはそんな場合じゃねえんだよ、ふざけんなよせいで、あばよみたいなこと言ってたかもしれませんし、こっちもいろんなこと前言ってました、ソフトバンクぶっ倒せよみたいなこと言ってましたけれども、まあありがとうって声ももちろんありましたけど、その姿が本当に嬉しかったんで、なんかこの後ね西武もオリックスさんの引退試合ちょうど当たったりするんですけど、このね2日間岡田さんと金子さんの引退試合を見てた人はもうとてもじゃないけど相手の引退試合軽視できないなっていう風に思います。残念ながら私京セラの方には行かないんですけれども、ぜひね行く人は今回のロッテファンのように温かくね T 岡田選手と足立選手をね見送ってほしいなっていう風に思います。で今回オリックスさんの公式の方から発表があって、ちょっと誤解を招いてる部分もね一部あるかなって思うんで解説させてもらいたいんですけれども、試合中ではなくセレモニーに限り、ビジター応援席でもオリックスの応援グッズおよびユニフォームの着用を許可しますっていうアナウンスが出ました。でこれ見て勘違いしてそれは違くないみたいなこと言ってる人もいるんですけれども、あくまでセレモニーに限ってなのでそれは理解してほしいなっていうふうに思います。でこれなんでこういう話出したのかなって思うんですけど、実際ライオンズの引退試合の時もセレモニー中とか送り出す時にロッテのビジター席でも岡田将司って書いてあるタオル出してくれてる人とか金子さんのタオル出してくれてる人もいたんですよ。で本当に嬉しくって、でもこれってルール上ダメじゃないですか、一応ロッテの応援グッズ以外は持ち込めない席なので。もちろん今回は注意をされなかったと思いますけれども、状況が状況なの で中にはロッテファンの中でもここロッテの応援席なんだけどここでやんなよって思う人もいるかもしれないし、ルール上は NG なことなんで、オリックスさんとしてはもしライオンズファンでも T 岡田選手のタオルとか持ってる人いたらぜひ使ってほしいっていう気持ちもあると思うんです。私ライオンズファン同士でも
ここダメなのになんで使ってんのみたいなことにならないようにそういうアナウンスを出しただけなので、なんかオリックスファンもどんどんおいでみたいな、そういうアナウンスじゃないと私は思ってるんですね。喉の調子が8連戦で失礼しました。7連戦と思いきや8連戦からの今日9連戦目で結構いろいろ終わっててすみません。はい、なので京セラ行かれる方は温かい気持ちでよろしくお願いいたします。私の分までね、もう T 岡田選手なんてもうオリックスの顔みたいな方ですから、全力でお見送りしてきてほしいと思います。はい、というわけでとてもヘビーな2日間だったんですけれども、まあこの寂しい気持ち、苦しい気持ちをね、新しい時代を動かすためのエネルギーにして頑張って応援していきたいなっていう風に思います。はい、最後ね、5番から1番まで繋いだの本当に感動しました。誰かのために、誰かのために、金子さんのためにという気持ちであそこまで集中して打席に入れる選手たちだったら、これからまだね強くなれると思いますので頑張ってください。金子裕二選手も本当に長い間お疲れ様でした。というわけで今日は引退試合そのものについての振り返りみたいになりましたけれども、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方お願いします。ぜひね、メンバーシップの加入もお待ちしております。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。これからベルナドーム行ってきます。またね。